本セッションではゲーム内通貨管理基盤の構築におけるクラウドランとスパーナーの活用についてお話しさせていただきます合同会社エクスノアでエンジニアのグループリーダーを担当している高島と申します同じくエクスノアのこれからご紹介するシステムを担当しておりますビードソフトエンジニアの小倉と申しますよろししくお願いしますまずはじめに会社およびグループについて紹介をさせていただければと思います 合同会社 XNOW は DM グループの中核企業の一つになってまして DM グループでは動画やデジタル書籍などのエンターテイメントコンテンツの配信事業証券 FX ビットコイン取引所などのファイナンシュラー事業その他にもオンライン英会話 3D プリント沖縄水族館サッカーチーム運営などグローバルに幅広い事業を展開していますこちらは数字で見る DM グループの全体になります ゲームグループの柱となる事業の一つとして、x n o w は国内外でゲームエンタメ事業を展開しています。ペインの写真は六本木のオフィス内を撮影したものです。x n o w ではゲームデベロッパーとして、自社またはパートナー企業様とゲームの企画開発を行ってゲームタイトルに加えて、パブリッシャー様の協力のあるゲームタイトルの両方をユーザー様に提供するゲームプラットフォーム DMM Games を運営しています。 フリーツープレイとなる PC ゲームのプラットフォームとしては日本市場で最大級になっています。DM ゲームズではオンラインゲームをはじめ PC パッケージゲーム、独自開発のアンド i d アプリなどマルチデバイス多様なゲームをグローバルかつ幅広く展開しています。こちらは DM ゲームズのデータになります。XMO は 世界中に、世界中の大人に興奮をよ、興奮をというスローガンのもと、常に新しいチャレンジを続けています。はい。では本題に移りたいと思います。え本セッションのアジェンダですえ。まず今回ご紹介するゲーム内通貨管理基盤についての概要。え続いてアーキテクチャ選定の背景。えー、ンチ前の基盤の性能テスト。そして QA テスト環境の構築。最後にまとめとさせて、させていただきます。 今回ご紹介するゲーム内通貨管理基盤とはどのようなサービスなのでしょうか。先ほど弊社はデベロッパーとして自社またはパートナー企業様とゲームの企画開発を行っているとお伝えしましたが、端的に言うとそれらのゲームタイトル向けに開発提供しているゲーム内通貨管理用の Web API 基盤となっています。こちらは全体の簡略化した概要図になります。各ゲームタイトルのサーバーと 各種アプリ課金フラットフォームを仲介するような構成になっています。続いて、機能及び概要です。ビジネス要件としてゲーム内通貨の管理が非常に重要な要素でした。ここでいうゲーム内通貨とは、ゲーム内課金により発行されたゲームアイテム、かつ通貨やガチャチケットなど、各種アイテムと交換できるものを指しています。 詳細は割愛しますが、日本国内においては法律の定める規定に則っ,ってゲーム内通貨を管理する必要があります。これはもちろん当然のことなのですが、タイトルごとに独自に実装するのではなく、一元管理することでリスクやコースの低減を図っています。そして各種のアプリプラットフォームの課金システムとの連携、具体的にはレシートの検証などを行っています。また DEU や課金額など、 ユーザーのアクティビティに関するデータを収集する役割も担っています。非常に重要な役割を担っていることをご理解いただけることと思います。続いて求められる、求められるインフラ要件です。先ほどお伝えした通り、ゲーム運用においてミッションクリティカルなシステムとなっているため、高可用性とスキルアビリティ、データの依存性及び整合性は絶対条件です。 この2つの要件はミッションクリティカルなシステムとしては確実な内容ではないかと思いますが、一方でそれぞれの要件を高いレベルで満たすことは簡単ではないと考えております。加えてインフラの運用コストもできるだけ抑えたいという弊社の事情もございました。ではここで先に現在のシステム構成図をご紹介します。ご覧のとおりシンプルな構成となっています。ゲームサーバーからのリクエストの矢面に立つのは GCLB ですが、 こちらは当初予定なかったものになりです。Web サーバーとしてクラウドランデ n DB サーバーにスパナーを利用しています。KMS はアプリケーション秘密鍵の暗号化と複合化に利用しています。ゲーム内通貨管理基盤としては主にこの3つのプロダクトを稼働しております。クラウドファンクションはクラウドランのトラフィック切り替えツールとして補助的に利用しています。 クラウドランへのデプロイト自動テストはサークル CI のワークフロー機能で行っています。私たちが求めていた機能や要件を実現する上で、Google Cloud が提供しているサービスは高いレベルで条件を満たしていて、Google Cloud の採用は良い選択でした。今回は、クラウドランとスパナを中心に、アーキテクチャの選定の背景や事例の,事例の詳細について弊社、この後弊社小倉よりご紹介させていただきます。 ここからは小倉が弊社事例をご紹介いたします。止めることのできないサービス。ゲーム内通貨管理基盤という性質上、機能追加や修正で停止メンテナンスを行うことはできません。また、複数タイトルのゲームサーバーから24365で常時アクセスがあります。これらタイトル担当者と調整してメンテナンススケジュールを組むことは現実的ではないからです。 また利用するインフラ製品の都合による計画メンテナンスも許容できません。Web サーバーのメンテナンスであれば、事前にスケーリングしてジュングに対応することができますが、DB サーバーはメンテナンスのために副形を用意したとしても、その一瞬の瞬断も許容できませんでした。決済データの消失や不整合を避けたかったからですね。サービスを止めず無停止運用ができること。これが第一要件でした。 また背景の一つとして、ゲーム内通貨管理基盤の構築の参考にしたシステムがありました。e n g i X, PHP, MySQL で構成されたオンプレで稼働するよくある Web API システムです。オンプレですから、まあ、そのまま流用しても公開用性とスケーラビリティは得られません。私たちはソースコードを流用して開発することにしましたが、インフラ構成は見直す必要がありました。 オンプレからクラウドへの移行です。では、効果要請とスケーラビリティを手っ取り早く得るためにはどうしたらいいか、おのずとクラウドに目が向きました。特に気にしていたのはデータベースです。では、なぜクラウドスパナーを選んだのか、えー。グローバルに分散、強制合成、リレーショナル、スケーラビリティ、トランザクションサポート。確かにどれも重要な要素です。 高可用性。これですね。計画的メンテナンスやスキーマ変更のためのダウンタイムがありません。まあ、これだけで十分すぎるほどの採用根拠になります。インターリーブやホットスポット回避などよくある対応はありますが、まあ大丈夫です。やります。メンテナンスのダウンタイムもないんであれば、もう全然採用します。というかもうそのつもりでした。そしてフルマネージド。 私たちは二人の小さなシステムから、チームからスタートしました。インフラに避けるリソースはほとんどありません。自分の面倒は自分で見てくれるととても助かります。ちょっと興奮してしまいました。ここで先ほどのシステム構成図です。私たちのチームは少人数かつインフラ専任メンバーもいなかったことは先ほどご説明した通りです。すなわちインフラコストはなるべく小さくも副要件の一つでした。 ウェブも DB もフルマネージドにしてしまおうということです。DB はスパナを採用しました。そしてウェブもフロマネージドとなると GCS の選択肢は消えます。そうすると App Engine とクラウドランが候補に上がりましたが、まあその時点では他のシステムの利用実績のある App Engine が第一候補でした。しかしご覧の通りこの図には App Engine はありません。App Engine は技術検証の結果1台あたりの QPS が ふるわ、わないことが分かりました。結果的にそれによって自動スケーリングで費用バランスが見合わなくなるので、アップ e ンジは見送ってウェブサーバーにクラウドランを採用することにしました。少し話が前後します。当基盤は本番稼働して間もなくゲーム内通貨購入エラーのお問い合わせがありました。図、右端のエクスターナルプラットフォーム、 こちらから当期前のコールバックリクエストで TLS 1.0のクライアントアクセスがありました。クラウドランは TLS 1.2以上のサポートだったため接続エラーが発生したのです。私たちは Google のテクニカルサポートに相談して、クラウドランを GCLB の後ろに配置してサーバーレスネットワークエンドポイントグループ、NEG ですね、TLS 証明書を指定する答えを得ました。こうして先ほどの最終的なシステム構成になりました。 実と自宅だったスパナーについては以下の対応を行っています。シーケンサー入の UUID 対応。ホットスポットのパフォーマンス劣化を回避するためですね。今までマイスケールだったのでオートインクリメントの部分はそこに置き換えています。これについては今でもオートジェネレートがあってもいいんじゃないかという要望があります。そしてインターリーブ対応ですね。これもパフォーマンス最適化の一環です。 これはテストシナリオを実行しながら明らかにパフォーマンスが出ていない部分を対応しました。すべてのテーブルにこの対応を行ったわけではありません。最後は DB アダプターのスパナー対応ですね。Google の PHP スパナーライブラリをコールできるように対応しました。そして性能テストです。 この目的は、このシステムを使用するゲームが増えて、当然リクエストも増えていきますので、その際にクラウドランとスパナーで十分耐えられることを確認するのが目的でした。1秒あたりのリクエスト数を72000としました。1つあたりのゲームのピークを7200として、だいたいその10倍のリクエスト数という設定です。 そしてテストの結果、クラウドランとスパナーは 72000rps の負荷に耐えることができました。まあ、結論としては、クラウドランとスパナーをスケールしていけば、事実上性能に限界はないと言えます。こちらは性能テストをしたときの環境の構成図です、えー。マルチリージョンで行っています。左側が東京で、右側が大阪です。スパナーはクラウド、クラウドスパナーですね。こちらは東京リージョンに配置しています。 深掛けのサーバーは App Engine を使いましたで。図の右側の表ですけれども、これはクラウドランの構成、設定ですね。えー、東京が、えー、インサンス3200で、大阪が800で設定しています。性能テストのサマリーです。で結果的にリクエストカウンター秒間72000を確認できました。 そして、上から3つ目の項目、ビラブルインスタンスタイム。これは、えっと、クラウドランの、えっと、アクティブインスタンス数です。3840まで増加しました。え、リクエストカウントをビラブルインスタンスタイムで割ると18.75となるんですけれども、これがクラウドランのコンテナ1台あたりの処理している秒間リクエスト数となります。え、クラウドランのリクエスト数とリイティンシーのグラフです。 左が東京で右が大阪です。左側の東京のリクエストレイテンシーのオレンジ線、約2秒で推移しているところがあります。こちらは500エラーが発生していたものですけれども、原因はスパナーのアボーテッドでした。低確率で発生する挙動のようですけれども、このシステムと基盤のシステムですね、テーブルのロックに改善の余地があることが、 最近の調査で分かってきました。こちらについては改善の対応中です。ちなみにこのアボートが発生する確率は0.5%でした。CPU、クラウドランの CPU 使用率とメモリ使用率です。同じく左が東京、右が大阪です。どちらも CPU 使用率は40%、メモリ使用率は20%で推移していて安定していると思います。スパナーのモニタリング結果です。 スパナーは CPU 使用率に65%の推奨値があります。これを超えると顕著にパフォーマンスが劣化していくんですけれども、この場合、濃度数を増やせば65%以内に収めることができます。そうすると非常に良好なパフォーマンスを得ることができます。次に QA テスト環境の構築についてご説明します。このシステムは Web API で機能を提供しています。 え、レスト API ですね。内部結合テストではどのように J メーターのシナリオで Git や Post の API リクエストを行います。まあ、正常系の200番台や400エラーの400番台、500番台の想定したエラーケースをテストします。それでは QA テストはどのように行っているか。QA テストの目的は何でしょうか。まず目的ですが、 このゲーム内通貨管理基盤が異常状態、あるいは右側の外部プラットフォームでエラーが発生したり、タイムアウトが発生したりなど、Web API のエラーレスポンスを左側のゲームサーバーがきちんとハンドリングしているかをテストするためです。つまり、Web API のエラーをに意意図的に発生させる必要があります。Web API は原因により 様々なエラーが発生しますが、一例としてはご覧の通りです。また、少数のサーバーで稼働していて、サーバー内のソースコードを直接編集できるようになれば、それで済むんですけれども、そのためにソースコードを編集したりデプロイすることは、手間で間違いも起きやすいと考えていました。そこで私たちは、特定のエラーを強制的に発生させる状態にしたソースコードを GitHub にブランチとして用意しました。そしてエラーパターンごとにブランチ化しています。それらを QA テスト用に構築したクラウドランのサービスにデプロイします。ここまではあらかじめやっておきます。そして QA でエラーパターンのテストを行う際は、画面上のデバッカーですね。こちらからクラウドランのリビジョンのトラフィックを切り替える操作を行います。ここにクラウドファンクションズを利用しています。 ゲットリクエストが500レスポンスになるリビジョンに切り替えるという操作をすると、クラウドファンクションズがクラウドランのエラーパターンのリビジョンのトラフィックを100%に切り替えます。そうすることで、ゲームサーバーからのリクエストは常に500レスポンスをする状態にすることができます。このような QA テストの構築、環境構築、仕組みづくりによって、 実際エンジニアではないデバッグ担当者も WebUI の簡単なトラフィック切り替えだけでクラウドランの異常状態を作り出し自律的に QA テストを進行することが可能となりました。ちなみにエラーパターンのブランチは全部で18個あります。最後にまとめとなります。ここからは弊社高島にお願いします。はい。ではまとめについて話しさせて,てください。えー スパナーに関してですが、やはりその可用性がとてもありがたいです。濃度数調整もダウンタイムなしで数秒で完了します。ただし、今現状、濃度数調整は手動で対応しており、今後、負荷パターンに応じて自動スケールする仕組みの導入が必要と考えています。クラウドランはコンテナイメージさえあれば、特に学習コストもなく、フルマネージドな環境を得ることができます。高速スケーリングも強みなのですが、 現状載せているコンテナがちょっと重い作りになってしまっているため、クラウドランのメリットを生かしきれてない可能性があり、こちらは現在改善に向けて着手している感じです。総うじてクラウドスパナーとクラウドランは、とにかくシステムを止めたくないという私たちのニーズにマッチしていました。スパナー対応の実装コストは軽くはなくて、基盤の早期化増を目指して技術的な負債を作り込んでしまった部分もあるのですが、 クラウドスパナーとクラウドワンを利用することでシステム全体の可用性が飛躍的に向上する恩恵は非常に大きいと考えております。ローンチしてから約1年とでありますが GCP の大規模紹介を除いて本基盤単体では障害は発生しておりません。またフルマネージドサーバーレスアーキテクチャになったことでインフラに関する運用負荷をかなり軽減することができました。 先ほどの通り、スパナーについては予測負荷に対してあらかじめー度数を調整しておくようになっているのですが、クラウドラについては特に気にせず稼働をクラウドに任せることができています。最後に、当期版は早期稼働を目指したことで、導入時やタイトル運用時に発生する工数や使い勝手に関しては十分に考慮できない部分がありまして、この点については現在改善に向けて取り組んでおります。 以上で弊社の Google クラウド活用事例の紹介とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。